惜しい。お前も出るか。あれだね、あまりにくれないね、ユナイト暴れろよ。カウンター決まったわ。せめてね、カウンターブレイクでバースト決めたい。当たれよ。というわけで、まあここからはですね、まあドレイファブディルで手回しで、まあさっきバーストさせましたね。というわけで今回はドレイファブディルを手回しで回してバーストを何体できるのかっていうのをやっていきたいと思います。あ、まあもしかしたらたまにこのベイランチャー L で低速シュートするっていう場合ももしかしたらあるかもしれないです。まあ、そこら辺はご了承ください。それではやっていきましょう。バーストさせてるんで、まあこいつバーストさせれば、同時
リギリだな。リブートしなくてもバルキリーは勝てるんだ。まあ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 、このぐらいのファーストできないけど、もっとじゃないか。負けた。おーすごい、デッサイザーバーストさせるか。やるなこいつ。ちょっと褒めてやってもいいわ。ステージは倒せるのか。まあ微妙だな。なんかえ、止まって、今の一撃でだいぶ回転休止したんじゃね。じゃないと俺勝ってないよ初日に。スカリバーバーストさせますか。バルキリーがつかない。はい、ちょっとねファブニル使ってみたんですが、まあね吸収できてないね。はい、まあね、さすがにこのラバーのねこの面積の狭さだったらね、さすがに吸収できないですよ。さすがに無理です。ちょっと無理がありますよ。ではあるあるに戻りましょう。いいバトルしてくれるんいいんだけどさ、同時バースト多くねこいつら。ちょ待って、いつこれ決着決まんの。これ多分5回ぐらいで済んでると思うけど、これ15回目だよ。
い、出た、当たらない。あー、当たらんわ、本当にこれ。皆さん、どうだったでしょうか。今回こんな風にね、まあ、いろいろ、ベイブレードあるある撮ってみたわけなんですが、まあ皆さん、まあ、どれか一個は絶対当てはまるものあると思います。ベイブレードに関しては、まあ、ベイロガーの、まあ、僕のデータの方もね、Twitter などに上げているので、そちらの方も見てくれたら嬉しいです。でね、たまにこういうベイブレードの、まあ、暇な時に撮った動画とかをね、まあ、Twitter や、まあ、動画にも、まあ、ちょこちょこ、まあ、出していく予定なんで、まあ、もう、今回のこの動画もね、もしよろしくお願いします。というわけで、今回のスマッシュルームですが、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。はい、出た。最後に、スプリガーに2度目の射線を通して、ベイブレードアラーで、即オーバーフィニッシュ。